星章寺は、東京都墨田区行、平五丁目にある日蓮宗の寺院。三号は、妙剣山。陰号は、源和院。通称は、柳島妙剣道。九本山は、本山ママヤマグ法寺。池上中道富士安ル伊竜島、宝園園頭寺。葛鹿北斎が信仰していた寺として知られる。明王元年、ママヤマグ法寺七世、樹楽院人物弟子とされる。 発祥防費が解散となり創建された。漢文十三年、不法寺十五世、明悟悟る院秘言が、日露門流の本拠である、長江山明本寺、長英山本文寺、遼山二十二世に新山し、南谷団林を開け眉み。このことが短所となり、伊予阿ジャリ長門流と、日露門流は、急速に一体化の道を進んだ。 日元から江戸期最後の漢字である60世、明人日雲まで38人の漢字うち実に20人が、不法寺から審残していることが、その証査である。この流れの中で、非長門流刑の寺院には、飯高断林城下屋出身の学僧が多く、入寺するようになり、江戸時代中期には、大きく2つの法園が成立する。一つが光照山館王子を、 縁頭寺とする堺館王子法園であり、もう一つが保守寺を縁頭寺とする柳島法園である。この柳島法園の縁粗と仰がれるのが十八世、元元院妃である。東山団林の家主を務めた後の天明八年に保守寺に入寺し、書道の全面改築と境内の拡張に尽力すること十七年。文化二年、広篠山明国寺に、 坂へ進む試験小僧図に任じられた。その後、同四年には県大僧図、同六年には大僧図に昇進し法院に除せられ、同七年には僧上に任じられた。さらに明国地震残後に、聖中山北家教授に、坂へ進む、最終的には、引谷池上良山の巡歴にも除せられ、文政二年三月二十五日に六十四歳で、宣言した。日の後、 歴代住職には、東山段林の家主が迎えられ、引き谷池上遼山、工房寺、流水三会長寺等の漢事を輩出するなど、日露、引いただき両門流の重要人員として、名声を高めていった。そして、数多くの瞑想を輩出した以上に、保小寺の名を高めたのが、北新妙圏大菩薩信仰の流星であった。日、が従事していた頃はまさしくその全盛期であったが、 この頃に、たびたび参詣していたと伝えられているのが、葛飾北斎である。自伝によれば、完成6年に葛川派を破門された北斎が、生活の困窮と我行の体制を願い、当時、柳島の海運の妙見様で名高かった、柳島妙見堂に21日間通ったという。そして、万願の日の岐路、突如雷に撃たれて失神。再び目を開いた時から運が明けて、 以来、たびたび三景に訪れたと伝えられている。一説によれば、北斎神聖の名乗りは、妙剣菩薩の冠寺、北進にあやかったものと言われ、名、柳島妙剣道という絵を残していることからもその、特進ぶりが伺える。さらには、当時の柳島妙剣道の賑わいが、江戸名所図にも取り上げられており、歌川広重や歌川香る院も浮世絵に残している。また、 広重をはじめ歌川報告、初代市川佐団寺、六代目、小野菊五郎、六代目、桂文治などが、芸道の開運を願って日産したと伝えられ、落語、中村中蔵や、歌舞伎、お染九小食読み班などでは、柳島の妙見参りが登場する。このような盛況に次ぐ盛況の歴史に暗雲が立ち込めたのが、 大正12年9月1日に発生した関東大震災と第二次世界大戦であった。わずか30年の間に発生した存続の危機は歴代住職による命がけの誤字短性によって切り抜けたが、戦後の復興期に至っても大きな問題が発生する。昭和四十年から昭和十八年にかけて東京都は下町地区の耐震火災時の避難に関する研究を 開始し広域避難場所が続々と選定され始めた。これに伴って、木造共商住宅が密集していた墨田区の成平、押上、文へ、立花地区にも広域避難場所の設定に伴う大規模な立ち退きの可能性が生じたが、これに反対する地域住民が都と対立。一時は硬直状態に陥り深刻な状況にまで発展した。この時、 地元の町内会長を務めていた38歳、平等院比が状況打開のために英断を下し、本堂、客殿、栗等の主要建築物を取り壊した上で、鉄筋コンクリート製の書道及びマンションを建築。東京都が理想とする不燃性の高い建物を整え、対象の地域住民のために広く門戸を開放したという。この、有名に、北斗のきらめクがごとく、 達見をもって人生の指針を示すという妙見信仰の魔精神は39世、妙原因比嘉に継承され今日に至っている。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。